写真拡大。タイトルホルダーに注目したい。4歳主戦を制し、GI に向けて弾みをつけられるか。出走を予定している主な有力馬は次の通り。3月26日土曜日、日経賞、4歳上 GII 中山芝 2500m。 タイトルホルダー、オス4、美穂栗田徹厩舎は昨年弥生賞ディープ記念と菊花賞で重賞2勝。また前走の有馬記念でも2番手から一旦は抜け出す見どころ10分の走りで5着に健闘した。その後脚部不安により春の予定が一度白紙となったが、回復が早くここで始動する運びに。目標の天皇賞、春へ向け好発進を切ることができるか。鞍上は横山和夫騎手。アリストテレス、オス5、立東、音無秀隆厩舎は一昨年の菊花賞2着馬。昨年は中長距離路線で7戦し、勝ち星こそ AJCC のみだったが、天皇賞、春で4着、有馬記念で6着などタフに前線を続けた。休養を挟みリフレッシュした効果はありそうで、復帰戦から吉見荘を期待したい。鞍上は武豊騎手。その他、昨年の目黒記念が千葉ウィンキートス、メス後、美穂、宗像義忠厩舎、前走 AJCC で3着のボッケリーニ、オス6、立東、池江康俊厩舎、昨年のセントライト記念橋浅間のいたずら、オス4、美穂、手塚隆久厩舎、重賞で連続吉見走しているヒートオンビート、オス5、立東、友道康夫厩舎、前走ステイヤーズエースを制したディバインフォース、オス6、発走は15時45分、上位争いの圏内。